はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ミステリーアワーということで、はい、今日はね、現場にね、はい、初めて行く日でございます。はい。はい、私、ザビー新山です。謎肉です。はい、よろしくお願いします。今日は二人で、はい、そういうわけで、茨城県の境町というところに行くわけですよね。はい。はい、この事件自体は、茨城境町一家殺傷事件として知られてるところですね。そうですね。はい、その2回目に向けた、はい、現場に。初のね。そうですね。ですね、はい。で、今日の夜、その考察の2回目につながっていくような感じになります。はい、で、今私たちはどこにいるかというと、はい、茨城県の下妻市というところにおります。はい、で、294号線という、茨城県民にとってはかなり馴染みのあるね。294ってやつのルートで向かってみましょうというようなことになっております。はい、で私たちは今現在、謎肉先生の、車、はい、ツーシーターの車でギュッとし、はい、なりながら、行っております、はい。で、今道の駅なんですが、そうだね。1時間ぐらいの距離ですかね。ですかね。はい。行ったことないんでわかんないですけど、はいはい、だいたいそんな感じの距離ですね。はい、そうですね。はい、まあ、ちょっと今日茨城県天気は曇りなんですけど、はい、雨はね、ちょっと持ちそうですね。はい。はい、じゃ早速、行ってみたいと思います。はい。ではまた、はい、またよろしくお願いします。はい。はい、引き続きなんですが、今、下妻の道の駅というところを出発しております。はい、294だね。294号線に乗るところですかね。はい。こんなところですね。茨城が田舎だっていうのはバレちゃいますね。そうですね。田んぼしかないですからね。うん。これ、前の車のナンバーが映ってるんですけど、これどうなの？大丈夫なの？大丈夫でしょ。そうか。ずっと一緒なわけじゃないし、知り合いじゃないし。そうですか。で、どうですかね、今日の現場に向けた、ちょっとこう現場に行くにあたって、謎肉先生には。後ろから刺されないように気をつける感じで。前からじゃなくて、ま。前から刺されちゃうんですよね、事件だと。そうですね。はい、今294号線に乗りまして、ひたすらここからまっすぐなんですかね。この道まっすぐだとつかなくないですか。まあ途中ね、途中と思うんですが、はい、結構多分まっすぐ行きます。このまま今度はどこでございます。茨城県っていうのはね、私たちは、はい、はい、わりかし近いというか、もうやっぱり田んぼだらけというか、すでにね、もうすでに山がなくて、どこまでも平野、はい、そうですね、どこまでも平野ですよね。こんなちょっと雰囲気でございます。ではまた後ほど、はい、はい、なるんですかね、あたりですかね。目的地まで、10キロ、このとこまで来ました、はい、現在、12時46分でございますね。はい、はい、皆さんこんにちは。ということで
で、境に入りました。でどんなとこか、現場まであと3キロの地点ですが、ライトもないです。これは逃走はしやすいですよね、単純にっていう。夜中とかなんで、全然交通量がないし、右ですと出てるんですけど、出たけど何もないもおかしくなってきてる。まあ左側がもう完全に森ですかこれ、はい、で右は田んぼですよね。現場もこんな感じだったらかなりもう見られない、逃げやすいですよねこれ。そうですね、真っ暗だし家もあんまりないし、近づいたら、はい、また報告しましょう。はい、はい、現在ですね、現場まで約500メーター手前ぐらいのところでございます。まあやはり昨日の予習の1回目、はい、通り、左方向です。その先200メートルで斜め右方向です。この中来ましたが、どうですか、謎陸先生、これ。この道は地元の人しか知らないような道ですよね。通らなそうだし。左です。でこのまま、こちらの動画はその駐車するところまでこのまま行ってみたいと思います。はいはい、道が狭いですよね。150メートルで目的地周辺です。でもなんか思ったより家がある。そうですね。斜め右。こっちですか。はい。はい、民家とかっていうことですかね。そうだと思います。釣り堀見えてきました、ね、見えてきましたか。あ、見えてきましたね、はい、あの林だ。いやすごいな。い 家ありますね。屋根ちょっと想像してたより大きい、林ですね。右が釣り堀でございます。かなり広い釣り堀ですね。見えるでしょうか。ちょっとガードレールで私の中に先ほどテープ貼ってあるよ。テープが貼ってありますね。屋根が見えましたね、赤い。ここですね。はい、到着です。はい、で釣り堀にはなんかおじいさんが一人いますね。適当に止めますか。駐車場ですもんね。これ駐車場ですよね。はい、では止めさせてもらいます。です。で、もうすでに家は見えないですが、ちょっとやはりうっすらこの方向で多分お家があると思います。ちょっとじゃあこの後現場周辺歩いてみたいと思います。はい、とにかくテープが立ち入り禁止のね。全然近く行けないですねこれは。おそらくこれ入れないですね。はい、あれは何でしょうね。何でしょうねあれ。ちょっと分からないですね。何いますね。はい、このままちょっと周辺歩いてみたいと思いますので、